ジャグッドジャパニーズの自然な日本語ち <laughs> みちゃんごめんなさい夜遅くにこんばんは今ニューティランドは何時ですか 今ね11時半。でもちなみにな今日からなんかロックダウンが始まって。あ、そうなんだ。今日から？そうなの。今日から。えー、昨日なんか感染者が一人発見されて、その人がデルタ株だったから、それから一人だけだけどロックダウン一週間になって。え、そのニュージーランドの全部で一人？全部で一人。<laughs> すごいね。それだけでロックダウンなんだ。えー すごいと思う確かにでももうなんか政府いわく50人から120人ぐらいもう感染してるであろうみたいな,、うん、そうなんだ,だからロックダウン、ね、そうロックダウン1日目です久しぶりのあ,<ら> <laughs> あじゃあ明日お仕事ないんですねないですやった <laughs> よかったーあちいちゃんでもなんか久々に見るなんか電話ではよく

枕クっていうのかなあ,<ー>あれとかさすごい可愛いでもそれ何がついてるのねーこれ私の友達がインドで買った石で、えー、名前は全然覚えてませんいやーすごいね手作りのものでちょっと今度なんか YouTube でちょっとあのなんか紹介してほしい <laughs> やりますかなんならうん買っちゃいたいもんあ本当じゃ <laughs> <laughs> ちょっとじゃ今度紹介しますやり、ね、方とか うん、すごいかわいい。え、ちいちゃんはご結婚いつしましたか。はあ、結婚が三月の三十一日に。今年かな。あそうなんだえ、三月なんですね。そうなの。結<構>だから。前だ。 どれぐらい今く八月か八なんかさうん、うん、今何月だっけっていうのももう八月過ぎてさ <laughs> どれぐらいだったんだろうね寒、ま、いうでもあれですよね八月は今寒いですよねそっちはね今こっちは確かにまだ寒いね何度ぐらいだろう多分今 十度ないかもしれない。でも、もうすぐ多分春が来る気がする。あ、そうなん。飛んでるから。花粉が飛んでるから。花粉が飛んでるから、そこ基準ね。え、でも、今真冬じゃないんですか。真冬は通り越したね。多分、何月か、七月ぐらいかね。あ、そうなんだ。なんか、日本の真夏がニュージーラノの真冬なのかと思った。違うんですね。 あ確かにね、なんか真反対のくせにね、うん、ちょっとそこもなんか時差というか、うん、<laughs> ちょっとあるかもしれない。<笑><笑>ああそうなんだ。うん。みなちゃんは元気私は元気ですよ。<laughs> そうだね。よかった。ジョーさんはお元気ですかそう,そうなの、元気な。それでなんかロックダウンだから、うん、せっかくだからっていうか、日本語ね、うん、ちょっと頑張って。 あの学んでるんだけどなかなか難しいね教えるのは <laughs> あ,あそうなんだジョーさんどこ出身でしたっけミャン,ン,ンマーミャンマーでもわかるなんか想像できる世界地図で、ね、<laughs> ミャンマータイの隣 <laughs> 世界、世界素晴らしいタイとラオスも隣 <laughs> すごいね、なんか世界地図がちゃんと頭の中に入ってるなんて <laughs> 全然入ってないですよあミャンマーの世界 正解です。え、今日本語勉強してるんですか？そうなの。それで、でもミちゃんの YouTube もあの拝見させていただいて、多分彼の場合なんか英語も母国語じゃないからこうこうきて、わかるこう来てこうくるともうこうなっちゃってるから多分なんかあの倍速のところで0.25ぐらいでもめちゃくちゃこうなんかゆっくりちょっと怖いやつね。 ちょっと怖い,、ね、いやつね。ちょっと怖いやつね。でも <laughs> あれだと勉強になるよね。それできっともっと、えー、あの理解したらどんどんスピードアップみたいな。ちなみに、うんあの、なんだろう、みなちゃんの生徒さんは何人の方が多いのかなってって、えー。え、でも本当に英語話せる人だったら誰でもこっち、うん、なので。 来たことないけどまあインドネシアとかフィリピンの人とかもいるし、うん、もちろんアメリカ、ね、オーストラリアイギリスとかヨーロッパの人もいるあ、すごいねもう世界、うん、ワールドワイドみたいな感じなだ, <laughs> だからなんか教えながら旅行気分ですよちょっと あー確かにそれいいよね,うよね、うん、確かにそれは日本語と英語と両方とも使いながらこう教えていく感じまあでも人によりますけどねああ<ー>やっぱりすごいそ,っその人のレベルみたいなそうそう初心者の人にはやっぱちょっと英語使わないとなんかあんまりなんか深く理解できないので、ねね、でもレベル上がってきたら徐々に英語は減らしますね私も全然 下い英語なので、いできるだけあの話したくないんですけど。いやいや <laughs> <laughs> いやいやいや素晴らしすぎる <laughs> だってさ<う>しかもなんか「日本語はあるけど英語はない言葉」何、うん、だろうねなんか「よろしくお願いします」ってさ<う>なんかすごく便利じゃないって思ったのすごくそれをねなんか英語でなった時に、うん、あでもそういえばちゃんとした言葉で英語って何だろうみたいなうん、うん、そうそうそうなんか本当に何個も意味があるから「よろしくお願いします」って、うん、そうなんか、ね、日本語 で難しくない？とかなんか難しいなって思った <laughs> っ。だから、ね、教える方法も難しいなって思ったすごく。そうね。えひらがなは読めますか、ジョーさん？ だらな、そう練習あのあ前のロックダウンで練習して、うんうん、でも一年過ぎると結構忘れちゃってるよね。あそうなんだ。えー、難しいね本当に。じゃあぜひあの私と見な先生会ましょう。テレビではでよろしくお願いします。も,もちろん。どうですか新婚生活はどうですか。新婚生活はでも結構なんか。